な生産過程については説明を省かせてもらおう。実際に生産エリアで仕事して自分たちで体験するといい。さて、今度はあっちに行ってみようか。びっくりした。まさか公爵様がここにいらっしゃるなんて。働きすぎて幻覚でも見たかと思いましたよ。幻覚は仕事の負担を減らしてはくれないぞ。引き続き頑張ってくれ。あ？どうした？なんでもないぜ。オイラはただ明日はきっとクタクタだろうなって。こんな時間に医務室に来るなんて。まさか怪我とかしてないよね？残念だが怪我はない。お気遣いどうも、シグウィン看護師長。じゃあその二人のために来たのね。紹介しよう。ここは医務室だ。この子はシグウィン、メロピデ要塞の看護師長だ。この仕事をやってるのはうち一人だけなんだけどね。こんにちは、新入りさんたち。せっかく患者のいない休憩時間だ。俺らと一緒に夕飯でもどうだい？つまりこの二人はとても重要な囚人さんなのね。ぜひうちも歓迎会に参加させて。今日の案内に完璧な終止符を打てそうだ。感謝するよ、看護師長。もう終わりなのか？生活に必要なことは全て説明したし、仕事の方は後で指導してくれる者がいる。うん、他に何があったか。実はめったに案内なんてしないんだ。あんたの方から聞いてくれると助かる。おいらたちも初めて来たから何から聞けばいいかわからないぞ。なら、とりあえず特別許可食堂に戻ろう。考えるのは食事をしながらでいい。元気出して。ここのサービス食すっごく美味しいんだから。ご飯どう？満足？おお、すっごく美味しいぞ。
ビレットはここの生活環境は悪いとか言ってたのに。囚人って毎日こんないいもんを食べてるのかよ。それ超ラッキーな人しか当たらないやつじゃない？君たちすごく運がいいのね。いや、運じゃない。俺の方からウォルジーさんにくじを引かなくてもいいよう頼んだのさ。え？ここのご飯ってくじで決まるのかよ。うん、何が食べられるかは全部運次第なのよ。特別許可食堂のウォルジーさんのちょっとした悪趣味ね。そうだったのか。まあこんなに美味しいものが毎日食べられるとしたら、フォンテーヌの犯罪率は爆上がりするだろうしな。二人とも、さっきの言葉、ヌビレットさんを知ってるの？最近はどうしていらっしゃるのかな？お仕事は忙しそう？お体は健康？体は大丈夫だと思うぞ。ずっと真面目に仕事してて、ちょっと大変みたいだけどな。相変わらずのようだな。看護師長の心配は杞憂らしい。ヌビレットさんのことを聞いてなかったから。何もないのが一番いいことさ。今度彼と話し合う場があれば看護師長も来るといい。ん？メロピデ要塞って法廷の管轄外なんだろ？ヌビレットと話さなきゃいけないことって何なんだ？ここはフォンテーヌにいろんな機械製品を提供してる。必要な物資を上から仕入れないといけないから、話し合う機会は少なくない。ヌビレットさんは品行方正なお方でね。どんな問題についてもはっきり相談できるし、話し合いにさほど精神を削る必要もない。だから彼に対しては、相応に敬意を払い、ある程度譲歩してもいいと考えてる。とにかく、あんたらのことは、ヌビレットさんが招待した客人とみなして相応のもてなしをした。ま、残念ながらそれもこの食事までだがな。ここからはきちんと囚人をやってくれ。どういたしまして、新たな生活があんたらを待ってるさ。サービス食を一つ。よく見ると君たち可愛いのね。こんなに可愛いんだから自分の可愛さには責任を持たないとね。うちが言いたいのは、自分を傷つけたり壊したりしないでってこと。食べ終わったかい？なら居房エリアへ行って休むといい。明日は働かないといけないからな。俺から特権を得たいなんて考えてないだろうな。悪いが、特別許可権との引き換えしか受け付けないぞ。ここはあんたらの想像ほど優しい世界じゃないんだ。旅人にパイモンだな。新入りはまず何をするべきか覚えろ。いいか、トラブルは起こすんじゃないぞ。お前らのベッドはあっちだ。ついてこい。不思議だよな。
ぐうたら探偵小説を読んでた日々がこんなに早く過ぎ去るなんて。あ、そういえば今日起こったいろんなことについて話さないとな。公爵のやつ、はっきりとは言わなかったけど、最後の言葉からして、オイラたちがヌビレットと知り合いだからこそあんなにもてなしてくれたってことだよな。確かにケーキを食べて囚人の身分にはなったけど、それでもオイラたちヌビレットの助っ人なわけだし。もしかして公爵はオイラたちの任務のことを知ってるのか？考えすぎだといいんだけど。オイラもそう思うぞ。元からオイラたちの目的を知ってて、あえてああいう形で伝えようとしたとか。おい、こっちはもう知ってるんだから小細工はするなよみたいな。そうだな、手ぶらで帰るわけにもいかないし、公爵が怖くて帰ってきたなんてヌビレットに言えるはずもないよな。それに公爵は譲歩してもいいって言ってただろ。だから少なくともやってみないとだな。あ、タルタリアの行方の調査、どこから手をつければいいのか。それって、そう、そこなんだ。リネに会った時、危うくボロが出そうだったぞ。幸い公爵の態度からするとリネのことも他の囚人と同じように扱ってたし、特に気づいた様子もなかったみたいだ。あの時あんなに頑張ってあいつらの冤罪を晴らしてやったのに、結局囚人になってるなんてな。あ、そっか。リネとリネットはハウス・オブ・ハースの人間で召使いの手下ってことになるんだもんな。じゃああいつらも調査に来たのか。あ、カードだぞ。さっきはなんで気づかなかったんだろう。魔術師の小道具みたいだから、きっとリネが残してくれたんだ。まさか囚人になってもマジックをやってるなんてな。どれどれ、また会えてとても嬉しい。明日生産エリアで会おう。なんか街中で友達に会った時の挨拶みたいだな。てっきり何か大事なことでも書いてあるかと思ったぜ。そっか、じゃあ明日になったらあいつにいろいろ聞いてみようぜ。今日はもう休もう。おーい、ふぅ、やっと起きたか。本格的な囚人生活1日目だからな。そういえば昨日の夜、夢の中で看守に尋問されたぜ。全部正直に言ってやっと目を覚ましたけど。いや、だって夢の中のことだぜ。現実でそんなことするわけないよな。お前ら二人ともなぜまだここにいる。腹を空かせたくなければ早く生産エリアに行け。
学術研究は時流に乗るものではない。故に注目されていようがいまいが関係ないのじゃ。このエリアに振り分けられるなんてついてる奴らだ。おお、昨日ここに入ってきたんだ。俺の話を遮るな。はい。仕事の内容は真面目に聞け。いいか、ヘマはするなよ。ここにある機械はお前ら二人よりもはるかに価値あるものなんだからな。それにここの機械はどれも危険なものばかり。うまくやれば食堂、ヘマをしたら医務室行きだ。とにかくメロピデ要塞はどんな機会も失いたくないし、囚人の生産力も無駄にしたくないんだ。分かったか？分かったぞ。お前たちの仕事はあそこの機械でパーツを加工することだ。タイミングに合わせて踏み台を踏め。もし機械が動かなくなったら拳で修理しろ。これをやる。加工が終わったらパーツを俺に渡せ。特別許可権をやる。加工が終わったらパーツを俺に。骨董品が出土したと。なんじゃこれか。まあまあってとこか。機械を使った加工だからさほど差は出ないがな。いいだろう、合格だ。特別許可権を支給する。疲れたぞ。もうこれで終わりだよな。監視が怖くて何も言えなかったけど、今すぐ特別許可食堂に行きたいくらい腹が減ってるけど、まだリネとの約束があったよな。あいつも仕事が終わったばかりだろうから近くを探してみようぜ。
はいないみたいだな。他の場所に行ってみるか。それ。行こう。これほど美しき景色を見れば、おのずと旅がしたくなるものであろう。ここだよ。うわ、急に出てくるなんてびっくりしたぞ。あれ、そんなに簡単にびっくりするなんて、何かやましいことでもあるのかい。こいつ、やましさの原因はお前を探すことなんだからな。
ごめんごめん。早くこっちに来てよ。隠れて話そう。リネット、お前もいたのか。やっぱりお前たち兄弟はいつも一緒なんだな。うん。お兄ちゃんは私から離れられないの。ああ。実はリネットだけじゃなく、フレミネも一緒に来てるんだ。覚えてるだろ？ハウス・オブ・ハースの潜水士だっけか？確か、フォンテーヌ邸で会ったよな。それより、なんでお前たちが囚人になってるんだよ。オイラと旅人の法廷での努力は無駄だったってことかよ。囚人になるのなんて簡単さ。前に歌劇場で得た人気を利用して、観衆をたくさん集めた街頭パフォーマンスをやったんだ。それで？集まったたくさんのお客さんたちをパフォーマンスに参加させた。そしてみんなが見守る中で、全員の財布を消してみせたのさ。そうしてお兄ちゃんは窃盗犯になり、私は全てを知っててなお手助けをした共犯者になったわけ。まあ実際はそんなに深刻な状況でもないんだよ。消えた財布は執立邸にある大きな書類棚の一番左の引き出しにあるんだから、いつになったら気づくんだか。向こうが気づけば私たちも出られるはず。マジックについては今回のパフォーマンスは完璧だったと自負してるよ。そうだったのか。お前たちらしいやり方だぜ。うん。前に君たちに身分を隠した時にも言ったでしょ。君たちを本当に怒らせてしまうくらいなら、僕は君たちに全てを教えてあげてもいい。だから今回も隠し事をするつもりはないよ。今のところハウス・オブ・ハースと君たちの利益が対立してるってわけでもないし、僕たちはハウス・オブ・ハースのお父様、つまり召使い様の命令でここへ調査に来たんだ。やっぱりそうだろうと思ってたぜ。調査内容について言うと、君たちはまだ知らないかもしれないけど、メロピデ要塞にはある秘密が隠されてるんだ。それどころかメロピデ要塞はその秘密を守るためだけに存在しているという人までいる。遥か昔からハウス・オブ・ハースはこの件について調査し、秘密を探ろうとしてきた。でもここ最近、手配した偵察員だけじゃなく潜入させた監視までもがみんな跡形もなく消えて音信不通になってる。僕たちはこれを一種の挑発だと考えてる。だからこそメロピデ要塞にやってきたんだ。すでにお父様がある方法で確認したんだよ。フォンテーヌの神の心は水神フォカロルスの手にはない。え？そんな重要な情報どうやって知ったんだ？お父様は独自の手段を持っている。でもその多くは私たちには想像することも見ることもできない。結論だけ信じればいいの。その情報からフォンテーヌの神の心がメロピデ要塞の秘密と関係してるんじゃないかって思ってね。結局神の心のためだったのかよ。こっちの方は大体こんな感じだよ。そっちはヌビレットさんが君たちを送り込んだの？そうだぞ。召使いがタルタリアの近況が欲しいって言って聞かないから、オイラたちが調べに来たんだ。あ、これって言っていいんだっけ？それなら安心してよ。皇子様の情報を要求することは圧力をかける手段の一つに過ぎないから。お父様が今回フォンテーヌ邸のお偉いさん二人に交渉を持ちかけたのは交代に見せかけた前進さ。言うなれば値切りと同じ。物事の多くには口実が必要。執行官の価値は想像よりも高いのよ。でも全部が嘘ってわけじゃない。もし本当に皇子様の状況を確認できるなら、僕たちとフォンテーヌの外交関係は良くなるだろうし、立場を変えることさえできるかもね。もしかしてタルタリアのことを一番気にかけてるのってオイラたちなのか。
執行官同士の関係って相変わらず悪いんだな。そうとも言い切れないよ。お父様の駆け引きの基準は僕たちとは違うからね。そうだ、一つ提案なんだけど、手を組まない？目的は違えど、メロピデ要塞での調査をしたいのは一緒だし、互いに助け合えば効率もきっと上がるでしょ。それに君たちも知ってるはずだ。確かにハウス・オブ・ハースが神の心を探す目的は数多くあるけど、中でも一番優先順位が高いのは予言にあるフォンテーヌの危機を何とかすることなんだ。これについては僕たちを信じてよ。ほらね、だから言ったでしょ。そうか、やっぱり協力してもらうよう旅人を説得するのはそう簡単じゃないね。リネ、何か真面目に考えてるみたいだけど。当然よ。お兄ちゃんは前回あなたたちに会ってから、いつか意見が一致するってずっと期待してたの。というか、今回協力できるのを私たちはすごく楽しみにしてた。リネット、そういうことは言わなくてもいいよ。お兄ちゃん、もっと本心をさらけ出してもいいのよ。慎重だね。うん、君のやり方は相変わらずとても合理的だ。僕もそういう温度感と形での協力に文句はないよ。それに最悪の状況のことも計算してあったんだ。君の答えは僕の考えていたものより随分優しかったよ。それじゃあ早速情報を一つ共有するから、しっかり聞いててくれ。リネットとここを調査してみて分かったことがあるんだ。メロピデ要塞には禁域が存在する。ほとんどの人はこれについて話さないようにしてたから、話術をちょっと駆使してみた。そしたら監視の口から禁域の存在を確認できたのさ。君たちも調査の時は気に留めておくといい。禁域、もしかしてタルタリアはそこで行方不明になったのか。確かに気に留めといた方が良さそうだな。うん、それこそがメロピデ要塞における最大の疑問だ。他の問題についても早く調査しないといけないけどね。とにかくこの情報が君たちの役に立つことを祈ってるよ。おっと、もうこんな時間だ。お腹が空いてるだろう。早く特別許可食堂で何か食べておいでよ。今後連絡が必要な時はカードで知らせるから。その言葉を待ってたぜ。こんなに働いてもう腹ペコだぞ。ご飯にしようぜ。調査はその後だ。いいさ。よっ。
やっぱり昨日のやつほど美味しくなかったな。はあ、運だけでまたあんな料理を引き当てられる日はいつ来るんだろうな。うい、だからいいや。普通の料理も悪くないしな。早く出る方が大事だぞ。でも今のところ看守がちょっと怖いのと、作業が大変ってとこ以外、ここでの生活もそんなに悪くない気がするぞ。そうかい。ま、ここに来たばかりのやつはみんなそう言うがね。どうやら地上での経験は君たちに十分な教訓を授けてくれなかったらしい。表面だけ見ていたら、行き止まりにたどり着いた時、一体どうやってその道に足を踏み入れたかってことさえわからなくなるよ。ふん。悪くない態度だね。ヒントを提示してやってもいい。ここにいる奴らは全員ルールを守り、トラブルを起こすなと君たちに言ってきたはずだ。だがそのルールが表面上の囚人としての規則だけを指しているわけじゃないってことまでは君たちに教えなかった。ここには隠しルールが多く存在するのさ。え？隠しルール？どんなのだよ。誰もがそれらのルールを知ってるわけじゃない。だが知っていようがいまいが、ひとたび違反すれば死よりも恐ろしいことが待ち受けているかもしれないよ。そうなのか。おいら怖がりなんだ。そんな怖いこと言うなよ。もちろんそれもあるが、そんなのはまだマシかもね。そっか。もし隠しルールなんてものが本当にあるなら、タルタリアの失踪した原因もそれと関係してるかもって言いたいんだな。その隠しルールの内容を教えてくれないか。オイラたちどうにかそれを避けたいんだ。これは人命に関わるほどの情報なんだが、そんなに軽々しく私に聞くのかい？わかったって。でもオイラたち特別許可権はそんなに持ってなくて。わかってるさ。ごゆっくり、十分貯めた後で構わない。というより君たちはまだここをよく知らないだろう。だから今教えたところでさして意味はないのさ。とにかくここでしばらく生活してみてからまた来るといい。私は普段ラグ&ボーンショップの近くにいる。名前はビドックだ。よろしく頼むよ。行っちゃったな。オイラたちを脅かしてるだけって可能性はないか。偽情報をオイラたちに買わせるためとか。そうだな。これもタルタリアのことを調べる糸口になるかもだし。隠しルールか。今はあいつの言った通り、特別許可権も持ってないし、ここについても詳しくないから、しばらく経ってからまた話そうぜ。話に夢中だったな。もともと美味しくないご飯なのに、冷めたらますますまずくなるぞ。早く食べようぜ。
宝とは旅の醍醐味でござろう。行こう。午前中に作業があるのは決まってて、でも午後は好きなことをしていいらしいぞ。まあほとんどの囚人は特別許可権を得るために働き続けるみたいだけどな。あと特別許可権を一定数消費すれば午前中の刑務作業を免除してもらって時間を自由に使えるとも言ってたぞ。ここって特別許可権さえあれば本当に何でもできちゃうんだな。おいらもう疲れたぞ。明日の朝はおとなしく起きて仕事しないと。特別許可権がなければ特権だって得られないんだからな。おやすみ旅人。明日の調査はうまくいくといいな。何か変な夢でも見たのか？そんなことあるのかよ。まさか単なる夢じゃないとか。あ、タルタリアの神の目だぞ。お前ずっと持ち歩いてたんだな。もしかしてこの神の目を通してお前とタルタリアの意識が何らかの形でつながったとか。それって大きな突破口だよな。お前がその神の目をメロピデ要塞に持ってきてて本当に良かったぜ。でどんな夢を見たんだ？タルタリエの行方が分かったのか？そっか。でもこれから有益な情報を提供してくれたらいいな。それよりもっと重要なのはオイラたちの囚人としての新しい一日が始まったってことだぞ。ポケットの中の特別許可権のために頑張ろうぜ。今日はどうする？行こうぜ。もう仕事の時間だし、もたもたしてたらまた監守のフィールディングにとやかく言われちゃうぞ。
来たか。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。よし、これを受け取れ。加工済みのパーツは忘れずに渡せよ。こなすうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。よっ、君たちも作業を終わらせたみたいだったから、ちょっくら挨拶しに来たぜ。おお、こんにちは。見覚えがあるぞ。作業の時ずっと隣同士だったよな。そうだな。俺はローアン。ここ数日俺も新顔が近くにいるなって思ってたんだ。ま、縁があるっつうことだな。俺はここで15年近く働いてきた。監督のグランビルだって俺のことは先輩って呼ぶべきなんだぜ。うわ、そんなに長いのか。先輩、よろしくな。何か知りたいコツとかがあればどんどん俺に聞いていいぞ。生産エリアでの作業には食事よりも慣れてるからな。今ルールって言ったか。ルーキーのくせしてやるじゃないか。ルールについて聞いたことがあるとはな。誰から聞いた。まあ話しかけたのはこっちだしな。君たちも俺のことを先輩と呼んでくれていることだし、それに免じてちょっとだけ教えてやろう。君たちそのまま働き続けたら危ない目に遭うぞ。え、それもルールなのか。もしお前から教えてもらえてなかったら。そう簡単に発動するわけでもないさ。隠しルールの条件は厳しいのが普通だ。でも一度やってしまったが最後悪いことが起こる。3日連続で食事と寝る時以外ずっと生産エリアで働き続けたら、3日目の昼ご飯の時に悪いことが起こるんだ。脅かさないでくれよ。悪いことってなんだ。俺がそれを知ってたらこうして君たちと話す機会はなかっただろうな。つまりお前も試したことはないってことか。実はこのルールについてはある噂があるんだ。聞いた限りじゃそいつは俺をはるかに上回るワーカホリックで、作業効率も負けん気も尋常じゃなかった。ある日彼は自分の限界に挑戦しようと長時間作業をし続けた。そしてついに3日目の昼、蒸発したかのように消えたんだ。その後彼の友人たちに話を聞きに行ったやつがいたんだが、その友人たちはみんな口を揃えてこう言った。そんなやつ見たこともないってな。そんなことがあったなんて。あいにくそいつの仕事場は俺と同じエリアじゃなかった。だから俺も実際には見たことないんだ。お前まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか。え、あ、君たち
好奇心の使いどころはそこじゃないと思うんだけどな。言っとくが、どうなるかは知らないぜ。今教えてしまったことを後悔してるよ。そうだぞ、オイラたち本当に試すのか。わかった、お前がどうしてもそうしたいなら。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。よし、これを。手元に葉があるのなら、拙者が草笛で一曲奏でよう。これほど美しき景色を見れば、おのずと旅がしたくなるものであろう。手元に葉があるのなら、拙者が草笛で一曲奏でよう。よっ、たぶん。どれ、悪くない品質だ。特別許可券を持って行っていいぞ。今日もそこそこ収穫があったって言えるよな。明日も何か進展があったらいいんだけど。
したくないぞ。昨日の疲れが全然取れてないみたいだ。さあ、どうするんだ？特別許可券のために。来たか。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。はあ？いきなり何を必死になってる。特別許可券が急ぎで必要なのか。そうだな、オイラたち自分の限界を試したいんだ。そう思ってくれればいいぞ。よし、今日はよくできたぞ。この調子でどんどん行こうぜ。限界かも。パーツを加工するのってこんなに疲れることだったんだな。もうダメだ。話す気力すらないぞ。ご飯の時間はまだなのか。